どうもこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回のアプデからカラーパターンとエンブレムが機体につけれるようになったので、なんか色々もらえてますね。そしてこのガンダム新作ゲームへの期待を煽る演出である、さぞ神ゲーが爆誕するんだろうなぁ。そして今週の新機体は、これで当たらなかったらおめでとうってところだな。ガチャ外した人へのセリフですかね。笑ってまうんやけど、僕は外さないんですけどね。はい、10連で出ました。最近ほんと来てます。ちなみにエンブレムとカラーパターンはログインでなんかもらえた他に、廃課金税が余りまくっているリサイクルチケットで交換ができますね。迷彩パターンを使えばこんな感じの機体ペイントに、関西のおばちゃんが好きなヒョウ柄もあるぞ。エンブレムは5箇所に任意のエンブレムをつけることができ、位置や大きさはいじれる感じ。さらに一部ジオン機体は指揮官用アンテナ、角をつけたり外したりする装飾機能が使えるように。武装チェック。武装はガンキャノンと同じビームライフルに格闘、固有のビームキャノンにバルカンとグレネード。ビームライフルはガンキャノンと同じなので静止射撃、ノンチャでよろけなし、チャージでよろけあり、威力高いし追撃兵装としては優秀。この機体の特性上フルチャージで使うことはあんまりない。格闘もガンキャノンくんよろしくのガンキャノン拳法。高性能バランサーありますが、ガンキャノンの格闘よりはるかに空気。理由はこのビームキャノン、収束に3、4秒ほどかかり、収束中は静止な上、収束完了しないと撃てない。つまり射撃からダッシュ格闘がこの機体ほぼ無理。兵装も副兵装も静止射撃でこの機体やばい匂いがプンプンですが、こういうビームキャノンのすごいところがこれ、機体を貫通するのだ。これをなんとか活かしたい。それでは実戦の方行ってみましょう。作戦スタートです。イモイモオペレーション始めるよ。武装紹介で説明した通り、兵装、副兵装ともに静止射撃。さらによろけを取るには長いチャージがどちらも必要。前線で静止状態で4秒も待ってくれるわけないので、この機体、運用方法としてはこういったクソポジションで遠距離射撃、これしかない気がしますね。汎用機へのダメージは目を見張るものがあるビームキャノン。何やらカウンタースナイプされていますね。ガンキャノンなら余裕で打ち返せるのに、チャージまで待ってくれるわけもなく、スナイプ合戦は滅法弱いガンキャンにドレアスフェイント。いやー、しかしヘイト式の仕事はできましたね。こちらにヘイト集めてる間に味方がかなり進行しましたね。ガンキャニ君のお仕事はクソポジから永遠にビムキャビームライフルをお見舞いするだけ。カウンタースナイプしてきてたジムスナツー、こっちに夢中になりすぎてかられてますね。ガンキャノン2をいじめた代償だ。ビームキャノンは判定がなかなかにくとく、かなり当てやすい印象。必ず顔を出すわず、狙い撃つぜ。これ多分ビームライフルなら外してたと思うんですが、やっぱ当たりやすい気がしますね。とまあこんな感じで前線に出れないので永久にこうやってるわけなんですが、ビームキャノンをしっかり当てれさえすれば火力はそれなりに出ますね。ただやはりカウンタースナイプにめっちゃ弱いという致命的欠陥と、汎用や強襲に詰められた時の自衛能力が400コスト支援機でおそらく最も低いという、これまた致命的欠陥がありますねー。顔出しロッコリ班もしっかり射抜いていきましょう。強襲機はピッチーか。このステージでピッチー珍しいですね。強襲機は遠ざけたいですが、やはりダメージ効率が悪いので汎用と支援をガンガン狙いましょう。ふふ、残る覇気様だけだぜ。格闘振った機体は振った後ほぼほぼバックブーストキャンセルするので、狙撃するときはそれ頭に入れとくと安定感が増し増し。そう、まさにこんな感じで、追撃組織持ちいいです。やられた方はめっちゃイライラするやろなこれ。ちなみにビームキャノンはビムキャビームライフルを最速で回すとオーバーするので、今の私ぐらいの回転でのぶち込みなら安心ですね。何やら光沢が湧きましたが、それめっちゃ孤立しているのでは、楽にして差し上げましょう。はい、ここビームキャノン貫通テクニック。味方ごと貫くと味方がよろけてしまいますが、よろけ取られた味方に素早く重ねれば、味方はよろけず、さらに敵の追撃も止めれて大変お得。狙撃してると射線が味方で防がれることがよくありますが、これ覚えておくと結構違う。
あ、ドムバラッジ狙ったのに後ろにいた関係ない機体に当たりましたね。まあそんぐらい当てやすいということよ。てか命中率かなり高くないですか。でもなんだろう、やっぱり前に出て戦いたくなっちゃう。ガンキャ2はビームライフルの射程もビムキャの射程も長く、ここからでも届くんですね。しかし収束まで動けないことを考えるとやはりこれが最も最適な運用な気がする。味方の前線にかける負担は半端ないですけどね。ムッキダリの山にも敵の反応。ああ、もう少し気づくのが早ければ救えたかも。味方のデスタイミングが被ってしまい前線崩壊気味ですね。一機ずつ交代でデスするぐらいの方が前線維持できて良いのかも。ピクシーが遠くから回り込んできていますが、多分来る前にガンキャ2落ちると思うので無視しましょう。あいたたたた、前線崩壊。こうなると本当に何もできないのがガンキャ 2? 味方依存率はトップクラス。ピクシー来てるかと思いましたが未だ来ず。スラスター少ない虚弱体質だからね。いやー、やっぱりピクシー来る前に落ちましたね。圧倒しておりリスキルまで行くんじゃねと思ってたんですが、いつの間にか追いつかれてきて魔法性能バランサー。珍しくガンキャ2の格闘が光りました。あ、マジか、わずかに火力足りず悔しいです。危ない危ない、離脱してよかった。レーダー見るにさっきの場所に留まってたら今頃袋叩き、クソポジに陣取って安心したいところですが、さすがに今の状況では無理ですね。出てこいよ、そこにいるんだろう。はいー、4000からの2700ダメージ。ビムキャビームライフルだけで7000近いダメージ。ロボックなら消し積みになりそう。うえー、移動しながら即よろけ射撃持ってる機体が羨ましすぎるぜ。このフルチャージまで持ちこたえれるか。きたー、収束完了間際によろけさせられると収束最初からになるので、まあまあ逃避に悪い。逆に言うとガンキャ2を相手にしているときは適当にバズ打ち込むだけでかなりの嫌がらせになるってことですな。そこでエース、なんだまた支援機か。汎用はどこだ。あ、右側の取り囲まれてる奴らか。ほっといても駆逐されそうですな。ちなみにこのガンキャノン、パワードジムよろしくのネタスキル、空中滑空とか空中制御スキル持ってるんですが、こちらだからどうしたといった感じのスキルでですね、クソポジを取るスピードがわずかに速くなるかも、みたいな使いどころ3どこですか。スキルなんて気にしなくていいと思いますね。さて、第3クソポジに移動しましょう。クソポジの大事な点としては、ギリ届く射程、射線が切れないがめっちゃ大事や思いますね。ということでこの相手の横腹からツンツクするこのクロスファイアポジ陣取っていくよ。早速のガンダムくん、ペロペロしてやりましょう。おっ、ダッシュした。ダッシュしたということは硬直するんだよな。おお、味方が爆弾解除しましたね。やりますやん。これはもう勝ったな。確信、もらった。ええー、そうか、右肩から発射するから右の壁に密着しすぎてると壁に当たるのね。てかまた爆弾仕掛けられましたね。ボンバーマンの執念やばすぎー。これはもう多分起爆するやろな。できる限り差を広げないと。ここからのこの射撃、今のように D 地点での争いにはほぼほぼ射線が通る上、射程ギリギリで汎用機に反撃されづらいのだ。残り時間1分、この勝負わからなくなってきましたぜ。え、何今の攻撃、どこからだ、よくわかりませんでしたね。いいぞ、D 地点ほぼほぼ制圧完了。残りアーマーはないが、そもそも被弾しないから大丈夫。ケツにくらいついてやるぜ。な、なにー、これはジムスナ通過、どこからだ。いやどこだよ、ジムスナ2も射程長いんでカウンタースナイプ力は高いんですよねー。強いとは言っていない。ラスト20秒、ボンバーマンで逆転されたが、一機落とせば勝てる。このガンダム孤立している。3機で囲めば間に合うぞ。いいぞいいぞ、いけいけ。あ、ダウンはまずい、無敵入られちゃう。ヌオー、バーアルカン、クーク、これは非常にまずい。無敵が切れた瞬間にビムキャコンボを叩き込んで倒す。これしかない。今日はエイムが冴えている。頼むぞガンキャ 2? クソエイーム、この大事な場面で何やってんだよオンヤス。ノット成し遂げ、悲しいね。
はい、敵に支援が2機いた割に結構よだめ出ましたね。数千使った感触としては眼鏡より少しだけ火力高いかもしれない代わりに、戦局家の柔軟な対応がつかなくなって自衛力壊滅したったいという感じでした。それでは今回はこの辺でー。